はいどうも、MK2 のまっちゃんございます。というわけで、今回も、またね、劇場前のディスプレイが変わったという、のがあったので、そちらをね、紹介したいなと思います。4月の28日かな、ゴールデンウィーク前に劇場のディスプレイ変わりましたよっていう動画あげましたけども、その後ね、すぐに、また劇場前のディスプレイが変わったということで、ゴールデンウィーク中に見てきました。今ですね、その劇場前のディスプレイ、衣装が飾ってあるところがあるんですが、その衣装がね、青春時計の衣装に変わりましたということで、こちら見てきました。間近でね、青春時計、あとは暗闇求めの衣装を見れるということで、衣装を間近で見れるってあんまりないと思うんで、これを機会にね、青春時計と暗闇求めの衣装、間近で見ることができるので、実際にね、NGT 劇場に行った際にはね、見てみるのいいんじゃないかなと思います。衣装ってこういう風なあれになってるなとかね、ちょっと新しい発見があるかもしれないですよね。ね、クオリティの高い衣装だと思うので、これだけ間近で見ることできないと思うのでね、ぜひ行かれた際には見に行くのもいいんじゃないかなと思います。それに伴ってですね、またちょっと変わってたところがあったんですけど、この衣装のね、隣に青春時計のディスプレイ、ポスターが貼ってあるんですけど、そちらもね、サインが、メンバーのサインが入ったバージョンに変わってましたね。あと、劇場の中の青春時計のね、ディスプレイも、メンバーのサインが入ってるものになったので、そちらもね、メンバーのサイン見ることができると思うので、これを機にね、見に行かれるのもいいんじゃないかなと思います。というわけで、今回は、劇場前のディスプレイがまた変わりましたよっていうお話でございました。どうも、まっちでした。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。